はい、皆さんこんにちは。こちら加古川駅となっております。ということで、こちら3番線ではないです、2番線でした。2番線に停車中のこの普通電車網走行きはですね、このホームに止まってるわけですが、1と書かれております。そして編成の番号は1。この1というのはトプナンというものを指す上で、鉄道好きの人たちに、鉄道ファンの間ではすごい人気のある車両でございますが、この電車がなんとここでなんか運転見合わせからなんかやってるんだと思いますが、新快速がもう来ないからここでもう先に発車されるとか言うらしいです。ちょっと今いろいろねよくわかんないんですよ。遅れがすごい混乱してて、この電車はもうしばらくしたら発車するようです。もう発車するのか。ナンバーの編成でした。現在、主な話をすると、下り方面はですね、舞子駅ですね、舞子駅のあたりで電車とバイクが、接触した影響で電車が、このように止まっていると、そのおかげで今新快速との接続をするはずだった普通電車は定刻通り発車してしまって、奥からやってくる、新快速電車というのはこの加古川駅にはやってこれないという話です。そして上り方面の話を今放送でしてくれるんですけど、この上り方面の新快速どこ行きでしょうか。安井行きかな。ちょっと横から見ただけではわからないんですけど、新快速、西明石までの運転となっております。西明石より先はもうなんか走れないとか言うみたいですよ。なんで多分あの振り返りそうだったら山陽姫路の方から行ったら方がいいと思うんだけどね。西方面はちょっとねしばらく普通電車しか来なさそうです。まあそう言っても各ホームにすごいたくさん人がいて混乱してるとかそういう状況ではないんですけど、おっとこれはまたあの運転見合わせに、まあ、この新快速がなってるんですけど、この新快速って実は西明石まで行ったら折り返せないんですよね。あの1番線に入るので、なんとか折り返そうと思ったら3番線とかに入る羽目になるんだけど、多分できないだろうから各駅停車だけしか走らせないんだろうね。運転見合わせでそのバイクとのなんか事故が解決するまでは多分終わらないと思います。でここにあるのが223系の1000番台である A シートという車両なんですけど、こんなところに A シートが走っております。1000番台の1007と書いておりますが、乗車着席料金または指定席かな、なんかの料金取られるやつなんですよね。まあ意外と快適ではあるんだけど、新快速のこの特急みたいな感じの車両があるんですけど、その車両にやっぱ座っておられる方がいらっしゃいますわ。でこの新快速12両編成あるんですけども、この西明石、この電車加古川を出ると西明石に止まるんですけど、西明石に行くのかな、行ったとしてもどうせ西明石より先が運転できないので運転打ち切りってなってしまうんですよ。そしたらもう元も子のないっていう話で、おそらく運転見合わせして回復というか向こうの処理が終わるのを待つしかないんだと思います。そうじゃないとね、多分あの各駅停車が向こうに、普通電車がね向こう行った時にあの詰まるんですよ。絶対詰まったら詰まったで、あの車両とかのなんかいろいろ大変だから、その詰まらないようにするためにとりあえず加古川で新快速を退避させて普通電車が先に発車させるっていうことをしてるんだと思います。ってことはワンチャン向こう側に行けば各普通電車が新快速を追い抜くっていうのを見ることができるということですよね。ちょっと向こう側行ってみましょう。なかなか異様な光景が撮れると思います。ちなみに上り方面に影響が出ているだけでなく、下り方面にはもちろん影響は出ておりまして、上り方面は朝からねすごいなんか遅れたりどうのこうのしてたんですけど、ちなみにもうすぐ16時56分発
姫路行きの、普通電車8両編成かなでやってくる電車は姫路行きなんですけど、9分遅れだそうです。そして現在の時刻は16時44分、まだ56分なっていませんし、しばらくは来ないでしょう。なんで向こうの方を見てちょっと様子見たいと思います。見ようと思ったらちょうど切れるじゃねえか。神戸線運転見合わせ、線路に障害です。こんな感じで芦屋西明石が止まってる状況なんですよね。だからもしかしたらワンチャン新快速を抜く快速が見れるんじゃないかなと思っております。はい、3、4番ホーム来ましたが、37分発の新快速敦賀行きかが15分遅れで、普通電車16時54分発前原行きは約10分遅れで運転しているようです。現在16時46分こっちの新快速が先の発車かな。千倍台ということもあって、車内シートはとても快適なやつですよ。羨ましい限りです。向こう側には加古川線103系3550番台、あちらの加古川線とは別系統になっていますので、直通なんてしてないので、普通にまっすぐ走れるわけなんですけど、ダイヤで影響なく にしても新快速止まるから困ったな。おそらく新快速は止めても、ここの線路止めちゃうと貨物の通過とかが特急の通過とか優先させてできなくなるので、まあ、おそらく貨物も特急も多分姫路別所かなんかその辺で止められるとは思うんですけど、なんかスーパーハクトとかそういう系も姫路打ち切りとかなりそうなんですけど、おそらく多分ね来ないと思うんですよね。だから快速とかが先に行かせるんだと思うんですね。なんでこっちに止まってる新快速は今のところ発車する予定はほぼほぼないと思います。列車とバイクと接触して現在西明石芦屋駅間にて、西明石芦屋で列車の運転見合わせ、西明石から東側が基本福福線と呼ばれる4本の線路がある場所があるんですけど、舞子のあたりってことはちょうど4福線がちょうど重なるところだったと思うんで、新快速と快速で違う線路ではない場所で多分起きたんじゃないかなと思います。そうじゃないとこう新快速が止まらないもんね。舞子駅付近にて列車とバイクが接触をいたしました。影響により、先ほどまで西明石芦屋駅間列車の運転を見合わせておりましたが、まもなく順次運転を再開をいたします。先ほど列車とバイクが接触をしておりました影響により運転を見合わせておりましたが、順次運転を再開をいたします。まあ、ということだそうです。そのため、西明石、明石、神戸、三宮方面お急ぎのお客様、現在3番乗り場に停車をしております。新快速電車大阪行き車内にて今しばらくお待ち合わせください。もともとは新快速安行きとして運転する予定だった、敦賀行きかかな、いや違うか、まだ到着してないのか、あ、大阪行きとして多分行き先変更したのかな。行き先変更した列車がちょうど加古川駅に止まっていまして、しばらく順次発車するということで、西明石より手前に詰まっている電車が発車順番に安方面行くまでは、発車ができないということなんですけども、新快速電車大阪行き車内にて今しばらくお待ち合わせください。これを見てみるとちょうど摂津本山、住吉、真矢、灘、三宮、この辺りからですね上り方面の列車がなくなりまして、塩屋で30分遅れ、垂水28分遅れ、朝霧29分遅れですから、この舞子の手前からずっとこれ全部止まってるんですよね。で、明石28分遅れ、新快速、特急、浜風、芦屋、雪の普通、普通西明石行きで、舞原、普通西明石行くか、これ行き先変更になったのかな。カオスなものができてる、西明石行きの前、西明石から高槻間快速と呼ばれるような、なんか不思議なやつができてますね。これ西明石に着いた後、西明石から高槻爆走するのかな、回送として快速になる、ちょっとよくわかんないですけど。で、舞原行きがいまして、加古川、今、ここに止まっているのがこれです。
今ここに止まってる電車が A シートは9号車有料座席とか書いてあるやつ、新快速大阪行きです。その後ろにスーパーハクト10号京都行きがこの辺に構えてるね。でその後ろに5着のあたりに米原行きがいまして、多分こっちの新快速が先に発車するんじゃないかなと思っております。ちょっとめっちゃブレボケてた。多分この新快速が先発でその次に快速が滑り込んでくる的な感じだと思うんですけど、どうなんだろうね。実は動画に撮ってなかったんですけども、あの新快速を普通電車が抜くっていうね、あの奇妙な光景がありましたので、それを皆さんお見せできればよかったんですけど、ちょっと今回残念ながら見せられないということで、ちょっと悲しいですね。3番乗り場から新快速電車大阪行き発車いたします。大阪行きなのに安行きという表示のまま発車していきます。不思議ですね。新快速安行きとしっかり書かれているんですが、これ見ていただければ新快速安行きと、ちょっと見にくいですが書いてあります。でこちらは、A シートついてますね。でこの電車は通常全駅バーンってかっ飛ばしていくような電車なんですけど、さっき普通電車が先に行かれてたことによって多分西明石までゆっくり走っていくんじゃないかなとは思いますね。後ろは2000番台を並列していたようです。ということで、僕の今回は姫路行きの電車を撮っています。そちらに乗っていきたいなと思います。さてあれから13分ほど待ちました。ようやく電車が2番線に入ってきます。普通電車約20分ぐらい遅れてね、この到着するわけです、加古川駅に。この電車の後に新快速電車はこの加古川で待避を行うようなので、新快速に乗ってちょっと姫路へ向かいたいなと思っております。さてようやくやってきました。急幕になっておりますな。ようやくやってきたのは新快速姫路行き225系の0番台で運用されております。これは編成ナンバーかな、2番です。さっき1番があったのでトップナンセカナンとあれしていってますね。すごい。